毎度です。昨日はですね、エアコンをかけたら回転数が300ぐらいになっちゃって、ちょっとアイドリングを上げるのか上げないのかという話になったんですけど、実際エアコンを確認したところですね、ガス窓がありましてですね、ガスが入ってなかったっていうオチでしたね。エアコンも16年か、はい、もうお疲れ気味だな。電動エアコンにしますか。いいですね。電動。そしたらだってこれも全部もう他も一新しちまえばかなり安心するんじゃねえかな。安心じゃねえかな。そうですね。配管類もだってみんな16年経ってるわけだから。そうですね。ちょっとエアコンも考えんばたいってことですね。年にそうだな、これ134なんですけど、ガスが年に1本か2本は入れるんですね。で確かに昨日は冷たい風がそよそよと出てたんですけど、なんかコンプレッサーが重たそうな雰囲気で回転数がみるみる下がっちゃって、ほんの数秒で、あ、これ止まるなと思って止めちゃったんですけど、あ、昨日そうだな、動画の撮影中だったんですよね。で、まあガスがね、2本半ぐらい入ったんですね。泡がシュワーって覗き窓からシュワーってなってたから、かなり少なかったと。で、2本ちょい入れて、まあバッチリと入って、もう引きも冷え冷えですね。回転数も下がらず、今年の夏はこれで OK なんじゃないかと。キックダウンするとちょっとやっぱねぐずるんですけど、もう冷え冷えです。ちょっと寒いわ、冷え冷えすぎて寒い。まあそんなでですね、なんだ、もう16年かこのエアコンシステムなのでですね、もうそろそろお疲れ気味なので取り替えた方がいいかなと。まあ漏れもちょこちょこは細かいとこがあるんですよ。なんだっけな、液体入れて確認するやつ、青いやつで、ね、ちょこちょこうっすらとこう漏れてるんですね。だそれもあるし、まあいろんなところお疲れ気味なところもあるので、まあ取り替えちゃおうかと。で、まあ、配管関係もそうなんですけど、コンプレッサーをですね、電気のやつ、ベルトを通して、やるやつじゃなくて、電動コンプレッサー、今流行りの、だんだんなんかね、落ち着いてきたみたいで。結構出力というか、どんぐらい電気食うのっていう感じだったんですけど、前はね10何アンペアみたいな話を聞いてたんですよ、何年か前は。でそれが最近だとね、中国か台湾か、汎用のやつでおおよそ12ボルト用で6アンペアぐらいじゃないのっていうことで、でそのコンプレッサー、まあ、6アンペアだったら全然いいなと思って。っていうのはオルタネーターをですね105アンペアに上げたばかりでですねまだめちゃめちゃ余裕があるわけですね。
まあ、このまま、まあ、ちょっと大きめなカーオーディオ入れてもいいしみたいな、でっかいフォグランプをラリーのようにつけても大丈夫だしっていうぐらいな余裕があるんですね。まあ、電ファンを3つつけてちょっと70アンペアのやつちょっと怖いなっていうことで入れ替えたんですけどね、6アンペアぐらいだったら別にいいかなっていう、それでいてエンジンに負担もかからんとですね、かなりいいことずくめなんですね。なのでちょっと考えようかなと思ってる次第です。だちょっとね、知り合いもね、それ面白そうだねっていうことで興味があるということでですね、いくつか仕入れたろうかと、人柱になってみようかという感じですね。まあ、そんなでエアコンはバッチリ効くということに、なりましたので、報告は以上です。ってことでした。じゃあねー。